はい、皆さんこんにちは。ドラキング2128です。どうもよろしくお願いします。今回はですね、まずあのポケモン編で、前回まあ今から16年前にこうプレイしたデータを16年間ずっと守り続けたこうポケモン青で、その約16年ぶりに、ラスボスであるグリーンを倒すという、そういう動画をちょっとアップしたんですけども、今回はですね、それと真逆で、これはですね、ちなみに今ここに映ってるウツドン、ゴローニャ、ニョロトノ、サンダー、ホウオウ、スリーパーなんですけど、この今映ってこの映像は2000年ですね、確か2000年にビデオテープに録画したやつをブルーレイディスクにダビングして、それを今映してますね。で、タイトルにも書いてあります通り、もうこの6匹のポケモンはもうこの世にいません。みんな死にました。はい。ちょっときつい言い方しますけど、もうこのね、どういうことかって、もうタイトルにも書いてありますけど、通り、当時の、1999年だったかな、その当時の、任天堂の事情で、そうです、ポケットモンスターって金銀クリスタルバージョンが確かその時発売、99年の頃に発売されまして、その時初めてポケットモンスターの時計機能がついたんですね。ところがその時計機能を動かすためには、やっぱりその専門の電池が必要なんですけど、当時はゲームボーイカラーで、時計を動かす電池とセーブデータ用の電池が一つの電池で共有しざるを得なかったんです。で、これが全ての悲劇の引き金になりました。要するに24時間常に時計機能が動いている影響で、そのバッテリーバックアップ用の電池がどんどん減るわけですよ。で、どんなにね、充電を繰り返しても、もう追いつかないっていうかね、結局、セーブデータ、時計機能の電池が切れると同時に、セーブデータ用の電池も切れて、データは完全に消え、もう一切セーブできない状態になるんですね。はい。で、これを取ったのが確か2000年ぐらいの頃なんですけど、これを取ってから数ヶ月後かな、充電しようとしたら、行ってしまいました。はい。ねえ。はい。天国行きました。はい。そういうことなんで。で、今回は、そうね、もう、亡くなってしまう。もう16年ぐらい前にもう亡くなってしまった。電池切れによって、死んでしまったポケモンたちの、死ぬ直前の最後の姿をぜひ、ちょっと、見てもらいたくてね、ぜひ。なんで、はい。私もね、ちょっと約、ね、本当に16年ぶりにちょっと見てね、ああ、こういうポケモン、生きてたんだなと思って、ちょっとあれなんですけど、はい。で、ぜひね、ちょっと私と一緒にぜひ応援の方よろしくお願いします。はい。はい。で、じゃあ、1倍速で流します。
はい、皆さんどうも応援ありがとうございました。いやー懐かしいですよね。いやーねえ、いやいや本当にね、まあねえ、最後はドラゴン使いと渡るとね対決、まあ結果は6対1の圧勝でしたけども、ただ確かこのデータ、このね、この視点のポケモンリーグに挑戦する直前に、まあちょっとネタバレですけど、真のラスボスであるあのポケモン青に、前私がアップしたポケモン青の主人公レッドいるじゃないですか。あのレッドの3年後のレッドが真のラスボスで、確か白金山だったかな、そこ行ってその、まあ、約レベル80、平均レベル80ぐらいのレッドの6匹のポケモンを倒した直後に、確かこれ挑戦したんですね。ですね、まあ6対1、それ考えれば、まあ渡る相手に6対1っていう圧勝もまあね、ある意味納得できる結果だったと思うんですけども、いやー、懐かしいですね。ただそれゆえにね、まあ当時の事情仕方がなかったとはいえ、ね、一つの電、その時計機能とセーブデータの機能を一つの電池でしざるを得なかったというのは、これすごい痛手ですよね。いやーねえ、ねえ、まあはっきり言います。ね、ここに今出てきたポケモンたちはもう全員この世にいません。天国に行きました。はい。ねえ、いや確かこの当時ね、結構ね、まあ、所詮はね、ゲームのデータに過ぎないんでしょうけども、でもね、だんだんこうさ、自分でね、ほら、いろいろカスタマイズ、ね、ポケモンをそれぞれカスタマイズするうちに、だんだんなんかね、やっぱり本物のね、ペットというかね、なんかこう、愛着湧きますよね、本当の、ね、ポケモン好きのファンだったらね、多分私の言ってる意味はちゃんと理解してくれると思ってるんですけどね。ね、いやいや。はい、そういうことで、いや、すいませんね、なんかね、そうなんでね、ね。まあ、最後にね、せっかくなんで、じゃあ皆さん、ぜひ、ちょっと、冥福をぜひ、ね、最後に改めて、そのね、6匹のポケモン、ね、スリーパー、ホウオウ、サンダー、ニョロトの、あと、ゴローニャ、ね、あと、ウツドンか。ウツドンの、ちょっと冥福をね、ぜひ祈ってあげてください。はい。でね、はい。はい、どうも、皆さんどうも、応援ありがとうございました。